この色紙に柔道家角田夏実を表してください。え難しい。漢字間違えたらどうする。大丈夫、紙はあるんで。私は笑顔で柔道を頑張りたいなと思います。もういつでも笑ってるねってよく言われるんで、でも笑ってた方が楽しいなっていうのも、辛い練習とかきついことも笑顔だったら乗り切れられるかなっていうのもあるんで、笑えない時も無理に笑顔を作るようにしてます。作り笑いになっちゃうんですけど、でも笑ってると自然とこう楽しくなってくるかなって。